アーロン・ワン・ビサカは、イングランド・ロンドン出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。マンチェスター・ユナイテッド FC 所属。11歳の時にクリスタル・パレス FC のアカデミーに入る。2017年夏に、当時のパレスの監督だった、フランク・デブールによって、トップチームに招集されるが、ティモシー・ホスメンサーとマーティン・キリーの間にはって入る、ことができなかった。 2018年2月25日のトッテナム戦でリーグデビューを果たすと翌シーズンはホスメンサーがフラム FC に移籍したため右サイドバックの一番手に浮上した。9月22日のニューカッスルユナイテッド FC 戦では観客席から投げられたペットボトルが直撃したことで物議を醸した。同年11月にはマンチェスターシティ FC が興味を示していると 報じられた。2019年6月29日、マンチェスター・ユナイテッド FC と5年契約を締結した。遺跡金は5000万ポンドで、ユナイテッドの DF 史上最高額の遺跡金となった。開幕戦のチェルシー FC 戦に早速、先発出場し、4から0の対象に貢献した。対人守備において絶対的な強さを誇り、ナミール・ウィングたちを封じている。 体制を崩されにくく、たとえ相手に振り切られそうになったとしても、柔軟な体を武器にスライディングを成功させてしまう。ジェイミー・キャラガーは、1対1のバトルにおいて、ワンビサカは、世界最高の DF だねと、その守備力を絶賛している。一方で、攻撃面で目立った活躍ができておらず、クロスの精度やオーバーラップのタイミングなどには改善の余地を残している。ありがとうございます。